はい、夜だ。まあ、あのちょっと今夜の横浜からスタートしてるんですけれども、うん、はい、まあ、このハローワーク三崎で、まあ、ジョブチェンジができるといったところで、ちょっと新しいジョブをですね、皆さんにちょっとお伝えします。ジョブにはいろいろ人間力とか上げなきゃいけないっていう条件があるんですけれども、あの基本的に例えば春日であると、まあ実際これぐらいのジョブが選択できる、最終的にはですね、かなり多くあるんですけれども、まあ今回はちょっと見せてないこう珍しい料理人だったりとか、ちょっとパパッと選んじゃいますね。はい、料理人を、何だこれは、これ機動隊員ですね。機動隊員とは、そうですね、まともに言えます。はい、まあ、ないとこれちょっと過激な衣装なんですけど、あらら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 、女王様っぽい。はい、で今こう占い師という占い師、はい、こういうジョブでですね、まあ、実際どういう戦い方になるのかっていうところを、まあ、いくつかちょっとバトルでお見せしたいかなと思っております。はい、じゃあ早速、どんなのが出るんだろう。ジョブがまた尖ってて面白いですね。いろいろキャラクターによって慣れるジョブの順番であったりとかは、まあ、条件が変わるんですけれども、はいはいはい、まあ、基本的にこう絆のレベルを上げるとですね、初期ジョブ以外はみんな慣れるというような条件があるんです。ん、ちょっと金出せよ。お、八王子ビラ。じゃあこのナイトクイーンですね。あ、ナイトクイーンみたい。ナイトクイーンは鞭を使った攻撃でですね、基本的に女のジョブなんですけれども、はい、かなりこう攻撃力の高い技の料理人なんですけど、これは火を使うジョブに長けてて、いわゆる魔法使い、火属性の魔法に近いような。いや、ダメですよ、料理人やんないと。これとかね、占い師なんですけど、はいはいはい、どうやってこういう人だっけ、占い師。水晶ボーリングのように投げる。ジョブによってね、いろいろこう技が、みんな商売道具すごい扱いしてる。あ、あ、すごいすごい、いい感じ。今のは障害物うまく使って、はい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 、追加ダメージを当てたみたいな、そういう攻略になってます。へえ、こうやって見るとやっぱりテンポはいいでしょ。そうですね、サクサク、ね、そう、心配という方は体験版もぜひ遊んでみてくださいね。でもある場所の取材を受けてて、はいはい、あのその方も随分触ってくれたんですけど、はい、やっぱ触ってみてやっぱりびっくりしたって言ってました。サクサクね、やっぱこう強くなるといろんなこう強い技が選べるようになるので、それをうまく効率よく使うかっていうのがかなりあれですね。ちょっとこう おばかな感じが好き、かわいい。しかも脱獄臭街に多すぎっていう。あ、お、気持ちいい。とかね、即死効果があったり。即死効果、いいよ、見て。あ、またボーリングしてる。で、これ大体今、章的には中盤ぐらいなんですね。あ、はいはい。で、中盤になるとかなりやっぱりいろんな特徴を持った敵が技を使ってきたりするので、はい、こっちもいろんなこう特殊な技を駆使して戦うことがこう攻略になる。これとかかなり食らうと回避率と命中率が下がるっていう結構辛いあれなんですよ。持ち強こう近くにいると連追撃効果もあったりとか、それも絆ゲージが上がると、はい、みんなでこうボコボコにできるみたいなのもこう成長要素に関わっているので、どん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 テンポ的には本当にこう短くなって、うん、攻防戦がこう本当に頻繁に行われるみたいなバトルバランスになってます。はいはい、終わった後も今のランクアップとかもサクサクそうですね、いく感じは、はい、いいですよね。見失ったりするわけじゃないけど、あと一発ドイツだっけみたいなのが一瞬ちょっと逆に見失うぐらいの方が、はい、慌てていってとどめ入れたりとかいうのがちょっとアクティブだったりして、はい、そういうなんかなんていうのは本当になんだろうな、アクションゲーム的なリアルタイムさとコマンドバトルの中でもやっぱりその結構削ぎ落としたテンポの良さっていうののやっぱもう折衷案というか、そこの良さっていうのは本当にうまくスタッフ頑張って作ってくれたなと思うんですよね。どうするかね、どんな技が
私もステータス以上結構あるんですよね。今ねこれ麻痺あの洗脳されて今お互い同士打ちをしてるんですけど、あららららららこのナイトクイーンはですねこう洗脳するような技がかなり多くて、そういうのもうまく使うと、うん、そうですねあの有利になる。メダパニーメダパニーでも敵もだから実は結構あの引っ込んでないでちゃんと近寄ってきたり、あとはまあなんだろうかな軸をちゃんと合わせたくて攻撃できるような間をちゃんと作ったり、味方がその邪魔をしないようなっていう、実はなんていうのかな結構コマンド RPG の体裁なんだけど、うまく言えないな、見えない部分のプログラムというか、 そこがものすごい実は かなりのプログラマーの技術力を、うん、駆使しているという、ある意味揺らぎがすごくあるゲームなんですよ、うんうん、でそこがかなりこうなんでしょう、同じ戦闘でも戦い方が変わったりあの変化する場所なので、まあでも確かにそう言われてみるとコマンドバトルとはいえあまりに自由度が高すぎて毎回展開も違くなりますよ、はい、自由度がね高いとそうなりますよね。ちょっと今3人まとめてウィークって書いてある、はい、範囲攻撃でやったりとかもする、うん、おおかっこいい。右上になんかあれも実績ですね、はい、実績みたいなもうかなり多くあるので、うん、はい、やり込み要素もすごく、はい、多いです。早い、これアクションより早いんじゃないあの実際に同じ敵と敵の数とアクション時代のものと戦ったんですけど、最終的にアクションより早い、うん、ね、そんな感じにも見受けられますよね、はい、でこうサクサク倒すことがすごくこう気持ちよくなるような、うん、あの成長だったりとか、まあ、バトルバランスになってるので、いろいろちょっと、はい、あの RPG だとって思われてる方まだいると思うんですけれども、ね、こうゲーム進めていくとその何でしょ こう不安というものはかなりこうなくなるようなゲームバランスになってます、うん、慣れてくるとアクションの方が人によっちゃかったるく思 う, そうですかもしれないぐらい、いや確かに、うん、これはでもで自分が言うのはあれだけどスタッフは一つのこれ発明をしてくれたような気が本当に しますよ、マジでめちゃくちゃやりやすい、ね、コメントでもやっぱ戦闘のテンポすごく良くなってるように見えるっていうね、人も実際プレイした方もすごくテンポ良かったって皆さんおっしゃってますからね。ぜひやっぱ売れてこのシステムもう一回ぐらいはちょっと育ててみたいなっていうのはね、いや思いますやっぱり、せっかくここまでいいシステムめちゃめちゃ苦労してるんで、うん、ね、皆さんぜひこのシステムね、このシステムの成長した版のシステムやりたいですよ ねアクションも当然ね作っていきたいですけどね、またプラスでこういうのの面白さのチャンスをまた広げていきたいなっていう気持ちもあるし、はい、じゃ あの、はい、次の、はい、映像をちょっとご覧いただきたいけれども、まあ、ジョブに関してはまだまだあのDLC での追加ジョブ等々もあの発売日以降検討されて、まあ、あの対応いたしますので、はい、そのあたり